も全部です。皆さんおはようございます。ではこれから神戸の日の植樹式を始めます。3年後にはあの桑の木みたいに全く桑の木みたいに育ちます。そうするとその桑の木みたいな枝から紙の材料が取れるんですよね。でその神戸の木が大きくなったら見せますよ。高田先生が言ったのはこれです。6年になった時に卒業証書。すごく記念すべき大事な日で、大事に